ちょっと話題を変えまして2つのテーマにいきたいと思うんですけども、はいはい、先ほど工場も見せていただいたんですけども、御社今、従業員数が20数名26、7人だと思います、はい、いわゆるでいうと中小、もう本当に零細に近い中小、はい、小ですね。でも先ほどお話あったように、はい、そういう会社が日本のこの高い技術っていうのを支えている。はい、それについてはもうね、私言いたいこといっぱいあるんですけども、やっぱり日本人っていうのはやっぱりこの小さな島国でですね、まあ、農耕を中心に来ました。で、大体地域も住むとこって決まってましたよね。で、その中で例えばこの小さなこの耕す畑だとか田んぼのこの中でいかにいいものを大量に作るかということで、一生懸命手入れ草取りしたりいろいろ手をかけて、でアメリカの農業なんか見るとバーってヘリコプターで種まいといって、わーってコンバインでタタタタってやりますね。あれはなくてみんな手で一生懸命やるでしょ。ここの文化、これをそれと日本人っていうのはあの和の文化ですよね。そういう農耕農産期になると、もう農繁期になるとみんなで田植えします、稲かき、ね、稲こきしますいう習慣がね、で隣組だとかつって隣と一緒になってねやる、こういう文化がありますね。ここに非常に日本人というのは特殊なその文化が育まれてまして、これがものづくりに非常に大事な要素なんです。一つのことをコツコツやる、ここが一番大事なポイントで、中国とかじゃあタイでもしょっちゅう行ったり、いろいろ今までも経験してますけども、あちらの人たちはこの技術を覚えますね。覚えたらこれは自分のものなんですね。で、他の会社ちょっとでも給料高いところがあると次の日からそっち行っちゃいますから、これじゃあ技術は育ちません。はっきり言いまして、日本は技術あってもちゃんと終身雇用じゃないけどもね、5年10年20年30年ね、40年勤め上げましたっつってね、引退されるわけですけども、そういう技術あって本当は俺はこれ一人でこのぐらい稼いでんだと、ね、お前たちはこのぐらいだと、だから俺をいっぱいよこせとは言わないです、ね、ところが中国だとかタイの人たちは俺はこれだけのことやったので当然これだけの給料報酬は欲しいんだという文化ですね。アメリカもそうですよね。アメリカだってどんどん変わりますよね。こっちのライバルの社長がある日突然こっちのもう社長になっちゃったり、しょっちゅうやりますよ、ね。まあだいぶ日本もそういうことを増えてきましたけども、これは日本の文化じゃないです。日本人というのはこうだんだんどんどんコツ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 積み上げていく文化。で、その中でこの中小の凄さっていうのはどういうところですごいかっていうと、我々の会社はもしもこうなっちゃった場合は社長は全部保証してます。担保も入ってます、保証もしてます。全財産なくなる、これははっきり言って命かかってるんですね。で、家族の運命も自分の本当にもうこれでダメになったらおしまいなんです。このすごさ、これ世界中どこ行ったってそんなシステムないですよ。株はなくなるかもしれないけど財産なんて捉えません。でも日本はそういう過酷な運命にあるんですね。そういう社長がいっぱいいるわけじゃないけど、 99.7% 中小ですよ。中小零細、製造業だけじゃないですけども、まあ 70% が労働人口ですけどね。そういう国だから小さい会社が必死で注文があったらそれをどうにか失わないように一生懸命ものづくりする。このすごさはそのもうなんか頭がいいとかね、その人口多いから優秀な人間いっぱいいるからそんな問題じゃないです。命かけてやるとこと、まあ失敗したら他行ってもいいわね、どうにかなるわっつう国とではまるっきり違う。ここが決定的な違いなんですね。その働き方のものですとか、あと覚悟の問題ってあると思うんですけども、あとあれですよ、その技術力っていうのもさっき工場を見せてもらったんですけども、御社の場合は、まあ、
全然言葉で最新鋭の機械が入ってるわけでもないですけども、うん、はい、でもそれが実際に使われるのは最新の機械で御社で作った製品が使われてるわけですよね。そういうことです。こういうことは世の中っていうか日本にはいっぱいあるわけですか。これはもう捨てるほどあるんじゃないですかね。こういう小さい会社がそういうものづくりして、なんでこんな古いようなね機械でそんなものができるか、それはやっぱり感覚、それを使ってコツだとかノウハウ、結局いろんなやっぱり、今までのコツ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 集積した技術、これが技術ね。で中国とかタイ、確かに今もう主流になってますよものづくり。でもあそこで使われてる機械というのは、まあスイスとかドイツとかもあるかもだけど、大半が日本から行った最新鋭の機械ですよ。でこの機械でガンガンいいものができます。で機械が使えうまく使いこなせない場合は、日本から一本釣りで技術者連れてって動かして教えさせて動かします。なんやってることは日本がやってるわけですよ。でこれをね、みんな中国に取られちゃうね、韓国もすごいって言ってますけども、私は絶対最後は日本という考えを持っております。ちょっと意地悪な言い方すると、はい、その御社は高密度工芸で作られてますよね、はい、でもこれってあの機械があれば中国や韓国でも、はい、できちゃうんじゃないかって素人目には思うんですけども、それはまあ見てそのまんま真似してねやればできるかもしれませんけども、ただその技術を、じゃあそのものはできても、じゃあ次の、じゃあこういうコイルはどうですかっつった場合に、またできたのを真似しないとできないでしょうね。で今みんなそうだと思います。韓国だってかなり技術力ついたっつけども、日本の真似をしてあそこまで行って、じゃあ次の技術はどうだっつうと、こっからどのぐらい出てくるかね、それはゼロとは言いません。やっぱり自分たちで中国でも韓国でも台湾でもそれは考える人はいますから、ゼロとは言いませんけども、じゃあ日本のこの何て言うんですか、この根底にあるこういうものっていうのはないと思いますよ。